はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、レプテレスメルジーヌというモンスターね、これ新規カードなんですけども追加されまして、新パックで、こいつを活躍させたくてデッキを作ってきました。レプテレスメルジーヌさん、まあ、どういうことを持ってるかっていうと、爬虫類属モンスターのみをシンクロ素材として、召喚すると戦闘効果で破壊されないっていうね、結構仮定効果と、あと相手がモンスターの効果を発動したときに相手のフィールドの表側表示モンスター1体対象にとって、そのモンスターの打点をゼロにするっていうね、結構強力な、これしかも単位ちゃいませんから、この2番目の効果を使って、まあ、どんどん相手の打点をゼロにしていくっていうことができる、まあ、そういうモンスターになってます。はい、で、これをまあ出していくにあたりまして、まあ、レプテレスって何と相性がいいかっていう話なんですけども、以前ですねご紹介したあのぶっ壊れ5枚ドロー5枚サーチデッキ覚えてますでしょうか皆さん。あのレプテレスギミックを使うとですね5枚ドロー5枚サーチができるんですけども、あのレプテレスエッキデューナとレプテレスラミア、これを使って相手のフィールド上にゼロのモンスターを用意して、で5枚サーチ爬虫類をね、爬虫類5枚サーチ、そして、全部ゼロのモンスターを打点ゼロのモンスターを破壊して5枚ドローっていう、まあ、このギミックを、ぶち込んで、まあ、このギミックするには冥界がいるんですけども、まあ、冥界のギミックをぶち込んで、レプテレスメルジーヌとスラバサミゼロールで完封していきます。本日はありえん展開ができるんで、このデッキ、その相手のモンスター効果をまあほぼ完封しながら、ゼロールでね、ゼロで完封しながら、5枚ドロー5枚サーチして、なんか神戦とかティグダイアスで引き込んで、なんかもう相手に何もさせない、遊戯王をさせないっていうね、そういうギミックになっております。見ていただくとこのデッキのヤバさが分かると思いますので、早速ね、デュエルをご覧いただきましょう。デュエルっていうか、まあ、クソゲーですね、クソゲーをご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。あー、初動カード引けてますね。これ強いですね。しかも儚まさありますよ。これ最強なのでは。さあ、冥界の檻ヌルの効果を発動。あ、なんもなさそうですね。ヌルの効果によってこれフロギあるから、まあ違う、爬虫類だったら何でもいいんだが、ゾウハでいいな。ゾウハで、ヌル特殊、まあこれはいつもの動きですね。ちなみにね、これから爬虫類デッキをね、組もうとしている方もしいらっしゃれば、この動きをね、覚えていただければ大丈夫なんで、なんかありますね。で、レベル4のモンスターに対してオーバーレイ、エクシーズ召喚、キングレムリン。ほい。さあ、キングレムリン、エクシーズ。で、キングレムリンの効果発動。オーバーレイユニット1個使って、爬虫類持ってきたいなっていう効果。無限包容。俺入れてるよな、無限包容。無限包容入れてなかったら怒るよ、俺自分の。切れるぞ。え？入ってる、危ない、危ねえ、危ねえ。無限包容入ってる。で、無限包容を除外して、抹殺の指名者で無限包容の効果を無効にしていく。うい。このためだけに入ってますからね、抹殺の指名者。こうや、無限包容。これ無限包容とかエフェクトベイラーとか全部ピン刺ししてるんで。でですね、ナイヤを手札に加えていく。そして、ナイヤの効果発動。手札からこのカードを墓地に送ることによって、光属性の爬虫類属モンスターに対応。墓地に送ることができる。これによってカースを墓地に送り、カースの効果発動。カースは自分のヒート上のモンスターは何でもいいんだが、一体をリリースすることによって、墓地から特殊召喚できる。そして、この効果の発動後、相手はモンスターを墓地から特殊召喚できるという効果、そして、さらに自分はモンスターを墓地から特殊召喚できるという効果、これによってナイヤを特殊召喚、特殊召喚成功しナイヤ効果発動、冥界マジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。そしてこのまま冥界の邪水連を発動。このカードの効果により1枚爬虫類族モンスターを墓地に送り、そして墓地の爬虫類族が5種類以上だった場合、モンスターを特殊召喚できる。現れろレプテレスコアトル。そしてレベル4のナイヤにレベル4のコアトルをチューニング、シンクロ召喚、炎山期マグマ。これはね、チューナーのね、レベル8のね、モンスターであれば何でもいいんですけど、そんなモンスターはこのぐらいしかいないと思いますので、はい。炎山期マグマ、シンクロ召喚、そしてレベル8の、ヒチューナとチューナーを墓地に送り、まあ、実質シンクロ召喚、アラアロ、究極決心、アルティミトル、ビシバールキン。効果そう。このカードの効果によって、トークンを自分のフィールドおよび相手のフィールドに可能な限りいっぱい特殊できます。お互いに同じ数だけな。さあ、いっぱい特殊召喚していくぞ。
いいぞいいぞ圧巻の圧巻の映像。これでなんかあれですよね、なんかリンク召喚がもうできなくさせればね、もう相手は完全に詰むというそういうロックもあります。さあリプロドックス来て、リプロドックス効果とリンク先のモンスターを宣言した属性または種族にできるという効果、これによって、リンク先を全て爬虫類族にしていく。そして爬虫類族モンスターを含むモンスター2体でリンク召喚現れよ、レプテレス、キッドゥーノ。そして、リンクモンスター以外のモンスター2体でオーバーレイ、あオーバーレイじゃない、リンク召喚現れよ、マスクレーナ。マスカレーナ絵柄値が欲しいですね、早くね。そしてレプテレス、エキドゥーラの効果、そうエキドゥーラの効果によって相手フィールド上の攻撃力がゼロのモンスターの数までデッキから爬虫類族モンスターをサーチすることができる。強すぎるこれによってカード5枚サーチさせてもらうぜあまりに強いあまりに強い、やってることで、コア取る爬虫類族デッキじゃなければ許されない効果、これによってエイリアンキッズを手札に加えていく。そしてレプテレスコアトルの効果発動、ヒット上に闇属性爬虫類族モンスターが存在する場合特殊召喚できる。そしてこのカードが特殊召喚成功した場合、相手のフィット上に攻撃力ゼロのモンスターが存在していればその数だけデッキから、あデッキからじゃない手札からレプテレスモンスターを特殊召喚できる。よし、そしてレベル2、あその前にこれ1回あるか、エイリアンソルジャーか、ニャミニとレプティレスエキドゥーナでリンク召喚現れろ、エイリアンソルジャーマイティクリーン、オッケー。そしてニャミニの効果発動、ニャミニの効果によってライトサーペント先やった、間違えた、あまあいいか、あんま変わんねえや、そんな変わんねえ。こことこれで新規の召喚現れよ、レプテレスラミュー。これあれでしたね、あの先にちょっとライトサーベルとかが使わないと惑星汚染ウイルスが手が来ちゃうな、ワンチャン。ちょまあいいや、あ強強、神戦2枚は強、神戦2枚は強で、一回メルジーヌ出しはいいか、メルジーヌレベル6のラミアにレベル2のヒュドラを注入、新規の召喚メルジーヌ爆弾、これが新規モンスター、まあほぼそれだけ、ほぼメルジーヌはそれだけ。そしてエイリアンソルジャーマイティフレームの効果発動、マイティフレームの効果にライトサーフェント墓地の振り、リプロドックスとなんかあの適当なモンスターにカウンターを置きます。そしてライトサーフェントは墓地を振った場合自身を特殊召喚する効果を持っている。そしてエイリアンソルジャーマイティフレームとライトサーペントをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れよ、トラバサミゼロール、ゼロールのリンク召喚成功時効果発動、このモンスターはリンク召喚に成功した場合デッキよりエイリアンカウンターを置くことができるカードを1枚サーチングすることができる。これによって惑星汚染ウイルスを手札に加え、そしてトラバサミゼロールの効果発動、このモンスターの効果によってエイリアンカウンターを2つ取り除き手札より爬虫類族モンスター2体を特殊召喚できる、現れよエイリアンキッズ。そしてカードを1枚セット、カードを2枚セット、カードを3枚セット、カードを4枚セット、カードを5枚セット地獄あまりに地獄男子色ですちなみに今現状どういう効果が起きているか説明しよう。エイリアンキッズが存在する場合で相手が特殊召喚したモンスター、何神戦で、これ左遷神戦で、エイリアンキッズの効果によって特殊召喚されたモンスターに全てに A カウンターを置くことができ、そして A カウンターが置かれたモンスターの効果は守備表示になり効果が動かされる。これがストラバサミゼロの恐るべき効果。そしてマスカレーナの効果でなんか相手団にリンク召喚をする効果を持っていて、さらに神戦がもう1枚、そしてハガラがもう1枚、そしてウララがもう1枚、そしてマッサソもう1枚、さあこの盤面を突破することができるかな、魔力統括、なるほど。で一回エンディミオンカードを手段に加えていく、まあこれは一回ウララしようか。さあハルウララの効果発動、エンディミオンカードはサーチすることはできない、これによって相手の手札は残り3枚。そしてモンスター出てきたらいいか、惑星汚染は
モンスター出てきたところで惑星光線打ちましょう。サンドリオ、なに、マギストスか、なるほど、マギストス一気で OK。 さあこれによってマギストスのなんか展開札ですね、これね、でも手札からあの出てくるみたいな、手札から出せるみたいなね、はい、でエイリアンキッズをリリースして、相手のエイリアンカウンターが置かれているモンスターを破壊し、そしてこれ以降相手が召喚、特殊召喚、反転召喚したモンスターすべてに A カウンターを置くことができる。まあそれはいいよ、トリスマギストスは別によろしい。さあ、トリスマギストスの効果で手札からモンスターをレベル4の魔法を使いつくモンスターを特殊召喚できるんだっけ、確かマギストスモンスターを特殊召喚できるのか、あ、まあ何でもいいわ、これで特殊召喚され、そして特殊召喚したモンスターに A カウンターが置かれ、 A カウンターが置かれたモンスターは守備用心になり効果が無効化される。これは厳しいんじゃないか。さあメルジーヌの効果発動する隙間がねえぜアルテミスいいだろう、アルテミスはいいだろう、あの手札は1枚、あの手札は1枚を神戦すればもう相手何もできない。さあどうするメインフェーズ終了前、まあ一応マスカレーナの効果どうするか、マスカレーナの効果発動、マスカレーナの効果によって、リプロドックスとマスカレーナをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、あらあらのアクセスオード投稿強すぎ、バロタでアクセスクロトーカーの効果発動、このカードの効果によって打点も2000ポイントアップしていく、ビロ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 、はい、さあまだあなたのターンですよ、頑張ってくださいハハ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 、あとは、アクセスで叩き割れば勝ちか、アクセスコロトーカーの効果発動、墓地に存在するリプロドックス、まあ、これマスカレーナでいいや、マスカレーナ除外して相手の、フィールド上のカードを破壊していく効果を2回発動することができる、まあ、一応あれも破壊しておく。レプテレスメルジーヌこれいる、これこれ飾りすぎない、あまりにもこれメルジーヌいらなくね、だってメルジーヌだって勝ってるもんまあ打点2500っていうだけなんだけど今のところ、メルジーヌ活躍するまでもないほど強いなこのデッキ。あーまあスネークレインあるのいいですね、スネークレインはでかいですね、これスネークレインぶち込んでいきましょうか、一応スネークレインかヌルかどっちかがあれば、まあ、通ればね、効果が通れば、まあ、回るようになってます。これ過密か増殖する G かどっちかをつなぎがいいんですけどね、惑星汚染ウルスは絶対いるんで、でまあ、ポチを組むのはレベル4みたいなじゃないといけないんで、ヌルフロギ、増派、あー、まあ、何でもいいな、オグドアビスかなんかにします。4枚もの爬虫類族モンスターを墓地に送り、そしてアーティファクトロンゲンです。何、いやでもね、これね除外しない気がするな、あんまりこのデッキアーティファクトロンゲネス効くんかな、え、除外する効果あったっけな、なんかちょとりあえず行ってみるか、アーティファクトロンゲネスなんかあんまりないかった気がするな、除外する効果、増破壊の効果で、まあ、これ神戦捨てるっていうなんかすげえもったいないことしますけど、まあ、これじゃないとキングレムリンが立たないんで、まあ、こうしますよね。でキングレムリン召喚、増破召喚してレベル4のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚、まあ、こっからはいつも流れですね、はい、でキングレムリンで効果、そうキングレムリンで爬虫類持ってくる、これ除外しないんじゃないかな多分、これいつもの流れですね。でナイヤでナイヤ効果カースを送ると、はい、でカースを送って、でこれでナイヤカースでいつもの動きですね、アルティミトルビシバラキン、これで、あでもこれカースで相手がねロンギヌス蘇生できるんですよね、だからちょっと若干ルート変わるか、ゼロのモンスターが5体にならないかもしれないな、ちょっと一回レプティレスエキドゥーナのところ、あ間違えた、アルティメトルビシバルキンのところがちょっと若干変わりますね。ジャスイレン、これトークンが全部でだから4体しか出ないから1体種マスカレーナ
諦めればいいか。マスカレーナ諦めて、でもこれは何でもいいんだけど、オグドアビスかなんか送ってきますか。オグドアビスをちなみにこれで直接ね叩き落として、オグドアビスをそのまま特殊召喚するっていう、もちろんこともできるんだけども、まあ、オグドアビスの効果を使わなくて、あの展開できるんで、先行はね、まあ、強いんでね。でコア取る特殊、まあ、これビシュバルキン、まあ、ちょっとやってみるか。ビシュバルキンで1体展開できないけど、まあほぼ同じでしょ。で1234ですね。1231234、まあ1体足んねえからトークン邪魔になるだろう。じゃあはいはい4体目で、はいはいはい、ういまあそこまでね耐性に影響はないと思う。多分サーチはどうせエクデューナの効果で、0にしてからサーチ入れられるんで5枚サーチできますし、まあ、マスカレーナが出ないぐらいだと思う。ビシバルキンでしょ。でここリプロドクスでしょ。あちなみにね、カースの効果で特殊化したモンスター効果も持ってるんであんま関係ないですね。あの効果発動するようなモンスターいないんで。で種族を宣言して爬虫類にしていく。で爬虫類にして、で爬虫類2体でリンク召喚エキドゥナリプロドックス巻き込めないんだよね。マスカレーナにリンクモンスターだから、まあ、しょうがねえわ。でこれでエキデューナ効果使って相手の、ロンギヌスをゼロにして、でまあエキデューナ効果使っちゃっていいか。エキデューナ効果5枚サーチすることに変わりはないので5枚サーチしましょう。いつものやつですね。ヒュドラ、ニャミーニで、コアトル効果特殊召喚、コアトルでめっちゃ特殊召喚していく。ニャミニちゃんが出てくるよ。そしてさらにヒュドラちゃんも出てくるよ。そしてニャミニとエキドゥーナでリンク召喚エリアマイティーソルジュー。そして先にマイティーソルジューの効果発動押しちゃっていいですね。これ惑星汚染ウイルス引いちゃってるの若干弱いな。まあいいか。でカウンターを置く、カウンター置いて、そしてライトサーペントは墓地へ送られた場合自身を特殊召喚することができる。これあまりにもエイリアンするじゃんマイティフレーム良すぎないこれこの効果ね。で2体のモンスターでリンク召喚現れよ。ソラバサミゼロオール。そして、ゼロオールの効果は発動できない。なんでかっていうと引いてるから。でニャミニオ墓地から特殊召喚、そして、ニャミニにレベル4のコアトルをチューニング、シンクロ召喚現れる。史上最強のレプテレスモンスターレプテレスラミア。このモンスターはシンクロ召喚に成功した場合相手フィード上の攻撃力ゼロのモンスター全て破壊し、破壊したモンスターの数だけカードドローできる。うおー強え。神戦2枚にエフェクトベーラーウララはさすがに強すぎないか。あまりに強い。そして、レベル2のヒュドラをラミアにチューニングし、メルジーヌもついでに出していく。強化されたレプテレスメルジーヌめちゃくちゃなんかついでに出てくるんだけどな。こいつを主役に組んでいたはずなんだが、なんかめちゃくちゃついでに出てくるっていう説はある。さあそして、カウンターを2個取るときエイリアンキッズを特殊召喚。そしてこれでカードを2枚ほどセットさせてもらおうか。1枚2枚あ3枚か3枚セットさせてもらって、これでターンを終了。こんぐらいで勘弁しといてやろう今回は。さあお前のターンだ。エイリアンってぶん回った時ほんと相手何もさせないからめっちゃ気持ちいいんだよね。マジで何もさせない、本当に何一つガチで何もさせない。何もできないもん相手。うっと、おもう惑星汚染ウイルスエイリアンキッズをリリースし、このターン相手が特殊召喚召喚反転召喚するモンスター全てに A カウンターが置かれる。そして A カウンターが置かれたモンスターはソラバサミゼロの効果により効果が無効になり、フュージョンデスティニー、フュージョンデスティニーはしっかりと裏でブチバチコリ止めていく。おっとなんだ、墓穴か、ハカーナ。おー、神戦打ちくないね。
墓穴は神戦 OK、 これでうららは有効。さあ相手は墓穴とフュージョンデスに打っていくが、こちらもうららと神戦で対抗していくあまりにもクソゲー。さあ相手のカードが完全に無効化され、相手は何もできない。これが遊戯王、これが遊戯王マスターデュエル、現代遊戯王。うおーっと何もできない。はい、こうなるんですよ。なのであのね、このデッキはねクソです。はい、これメルジーヌいる、マジでメルジーヌ活躍させようと思って組んだデッキ、なんかあまりにも対話拒否すぎて、なんかメルジーヌいらんくるってなってるわ対戦ありがとうございました。さあ、誘発なしか。まあ先行デッキなんで、まあ高校曲がり能力がほぼないです正直ね、正直ほぼないです相手くしくも同じ構えじゃん、小僧。くしくも同じ構えだな。何仮面レオン強 い出た。これあれじゃんね、冥界レプテラス VS 冥界レプテラスみたいなとこあるよね。いいねやばいやばいな、レベルオン2体オーバーレイかこれ。あーやばいね。なるほど、キングレムリン、これね、あの自分が使ってるからこそ分かるこの動きのやばさね。世界終わる可能性が大ですねもはや分かれてないと、もうこれサレンダーするレベル、まあ、一応やるけど。さあナイヤからのカースで、カース効果キングレムリンリリース。なるほどね、あーかなりやばいね、やばいね。アルティミドルビシバールキー、今世界が終わりますよこれは。あー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 あああ、スカルデッド出てきた、おいやばいぞこれ。あー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 、もうやばいこと起きてる。で闇の誘惑も発動していく。ドロロソースめちゃくちゃ入ってんな、これあれか、またこれ引ける展開か。おいこの間お前これこの展開でお前これエクゾディア食らったぞ、やめろ、やめとけ。やばい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 、やばいことが起きてる。セルリー、え出た、暗黒界の同志セロリさんじゃないですか。あえじゃジャックボタセル、えまたあいつセロリ捨ててるぞ。お、なんか不穏な空気を感じてきたぞ。あれあれ不穏な空気を感じてきたな、やばいこと起きる。ああ